第一課打招呼挨拶聞いて練習しましょう。你好。こんにちは。你好吗？元気ですか？我很好、谢谢。元気です、ありがとう。早上。朝。早安。おはよう。谢谢。ありがとう。谢谢你。ありがとうございます。不客气。どういたしまして。对不起。すみません。没关系。気にしないで。没问题。大丈夫。再见。さようなら。明天。明日。明天见。また明日。下周。来週。下周见。また来週。中国語に訳しましょう。挨拶。こんにちは。元気ですか？ありがとう。朝。おはよう。ありがとうございます。どういたしまして。すみません。気にしないで。大丈夫。さようなら。明日。また明日。来週。また来週。第二課。天気。天気。聞いて練習しましょう。怎样？どうですか？今天的天气怎样？今日の天気はどうですか？很好。とてもいいです。今天的天气很好。今日の天気はとてもいいです。明天的天气好吗？明日の天気はいいですか？いえ。何々もまた。明天的天气也是晴天。明日の天気もいいですか？中国語に訳しましょう。どうですか？今日の天気はどうですか？とてもいいです。今日の天気はとてもいいです。明日の天気はいいですか？何々もまた。明日の天気もいいですか？聞いて練習しましょう。晴天。晴れ。今天是晴天。今日は晴れです。变阴。曇り。明天会变阴。明日は曇りでしょう。下雨。雨。今天会下雨。今日は雨が降ります。雪。雪。明天会下雪。明日は雪が降ります。風。風。刮风。風が吹く。热。暑い。今天很热。今日は暑いです。今天很冷。今日は寒いです。天气预报。天気予報。中国語に訳しましょう。晴れ。今日は晴れです。曇り。明日は曇りでしょう。雨。今
今日は雨が降ります。雪。明日は雪が降ります。風。風が吹く。暑い。今日は暑いです。今日は寒いです。天気予報。聞いて練習しましょう。春天。春。夏天。夏。秋天。秋。冬天。冬。春天的天气怎样？春の天気はどうですか？夏天的天气怎样？夏の天気はどうですか？夏天很热。夏はとても暑いです。气温。気温。气温很高。気温がとても高いです。秋天的天气怎样？秋の天気はどうですか？秋天很凉快。秋は涼しいです。冬天的天气怎样？冬の天気はどうですか？稍微。少し。冬天稍微寒冷。冬は少し寒いです。气温很低。気温は低いです。中国語に訳しましょう。春、夏、秋、冬。春の天気はどうですか？夏の天気はどうですか？夏はとても暑いです。気温。気温がとても高いです。秋の天気はどうですか？秋は涼しいです。冬の天気はどうですか？少し。冬は少し寒いです。気温は低いです。第三課。兴趣。趣味。聞いて練習しましょう。喜欢。好き。什么。何。你喜欢什么。何をするのが好きですか。看。見る。看电影。映画を見る。看电视。テレビを見る。喜欢看书。読書が好きです。我喜欢看电影。映画を見るのが好きです。我喜欢看电视。テレビを見るのが好きです。听。聞く。听音乐。音楽を聞く。我喜欢听音乐。音楽を聞くのが好きです。喝。飲む。喝茶。お茶を飲む。喝咖啡。コーヒーを飲む。我喜欢喝咖啡。コーヒーを飲むのが好きです。吃。食べる。吃寿司。寿司を食べる。我喜欢吃寿司。寿司を食べるのが好きです。旅行。旅行。工作。仕事。我喜欢旅行。旅行が好きです。
我喜欢工作。仕事が好きです。喜欢看书。本を読むのが好きです。喜欢春天。春が好き。喜欢你。あなたが好き。運動。スポーツ。喜欢运动。スポーツが好き。你喜欢什么运动呢？どんなスポーツが好きですか？打篮球。バスケットボールをする。打网球。テニスをする。游泳。泳ぐ。滑雪。スキーをする。溜冰。スケートをする。你的兴趣是什么？あなたの趣味は何ですか？我的兴趣是溜冰。私の趣味はスキーです。中国語に訳しましょう。趣味、好き、何をするのが好きですか？見る、映画を見る、テレビを見る、読書が好きです。映画を見るのが好きです。テレビを見るのが好きです。聞く、音楽を聞く、音楽を聞くのが好きです。飲む、お茶を飲む、コーヒーを飲む、コーヒーを飲むのが好きです。食べる、寿司を食べる、寿司を食べるのが好きです。旅行、仕事、旅行が好きです。仕事が好きです。本を読むのが好きです。春が好き、あなたが好き。スポーツ、スポーツが好き。どんなスポーツが好きですか？バスケットボールをする。テニスをする。泳ぐ。スキーをする。スケートをする。あなたの趣味は何ですか？私の趣味はスキーです。第4課。家人。家族。聞いて練習しましょう。我的家人。私の家族。有。ある、いる。多少人。何人。人。人、人々。你有几个家人。あなたの家族は何人いますか？我有四个家人。私の家族は4人です。父亲。父。妈妈。母。哥哥。兄。姐姐。姉。弟弟。弟。妹妹。妹。和。そして、と。也。何々も、また。兄弟。兄弟。姐妹。姉妹。没有。ありません。いません。你有兄弟姐妹吗？兄弟か姉妹がいますか？有。我有哥哥和妹妹。はい、兄と妹がいます。中国語に訳しましょう。家族。
私の家族、ある、いる、何人、人、人々。あなたの家族は何人いますか？私の家族は4人です。父、母、兄、姉、弟、妹、そしてと、何々もまた、兄弟、姉妹、ありません、いません。あなたの家族は何人ですか？私の家族は4人です。兄弟か姉妹がいますか？はい、兄と妹がいます。第5課、工作、仕事。聞いて練習しましょう。做、する。工作、仕事、仕事する。医生、医者。律师、弁護士。公司、会社。银行、銀行。公司职员、会社員。工程师、エンジニア。你做什么工作？どんな仕事をしていますか？我是老师。私は先生です。我是医生。彼は医者です。中国語に訳しましょう。仕事、する。仕事、仕事する。医者、弁護士。会社、銀行。会社員、エンジニア。どんな仕事をしていますか？私は先生です。彼は医者です。第6課、電話、電話。聞いて練習しましょう。预约、アポイントメント。时间、時間。喂、もしもし。请问、すみません。在、いる。谁、誰。那边、そちら。这里、ここ。喂、请问陈老师在吗？もしもし、すみません、陳先生はいらっしゃいますか？陈老师不在这里。陳先生はそこにいません。到、着く。张先生请到这里来。張さん、ここへ来てください。中国語に訳しましょう。電話、アポイントメント。時間、もしもし。すみません、いる。誰、そちら、ここ。もしもし、すみません、陳先生はいらっしゃいますか？陳先生はそこにいません。つく。張さん、ここへ来てください。第7課、介紹、紹介。聞いて練習しましょう。叫、呼ぶ、呼ばれる。什么、何。名字、名前。你叫什么名字？名前は何ですか？你的名字是？あなたは？我的名字是？私の名前は何々です。我是？私は何々です。
很とても幸福幸せ很幸福とても幸せ认识知る初次见面请多指教はじめまして也请您多多指教こちらこそはじめまして中国語に訳しましょう紹介呼ぶ呼ばれる何名前名前は何ですかあなたは私の名前は何々です。私は何々です。とても幸せ。とても幸せ。知る。はじめまして。こちらこそはじめまして。第8課。方法。方法。聞いて練習しましょう。往左转。左に曲がる。红绿灯。信号機。过马路。道を渡る。交叉口。交差点。远。遠い。近。近い。怎么去呢？どうやって行きますか？车子。車。巴士。バス。搭巴士。バスに乗る。计程车。タクシー。电车。電車。我想买车票。切符を買いたい。您要到哪里呢？どこへ行きますか？到台北火车站。台北駅まで。30元。30元です。这里。どうぞ。您的车票。切符をどうぞ。去过台北吗？台北に行ったことはありますか？去过吗？行ったことはありますか？去过台北101吗？台北101に行ったことはありますか？去过台北市立动物园吗？台北動物園に行ったことはありますか？没去过。どこどこに行ったことはありません。风景很漂亮。景色はいいです。星光三月。新光三越。淡水。淡水。夜市。夜市。阳明山。陽明山。温泉。温泉。房间。部屋。单人房。シングルルーム。双人房。ダブルルーム。填入表格。フォームに記入する。護照。パスポート。退房。チェックアウト。中国語に訳しましょう。方法。左に曲がる。右に曲がる。信号機。道を渡る。交差点。
遠い、近い。店までどうやって行きますか。車、バス、バスに乗る。タクシー、電車。切符を買いたい。どこへ行きますか。台北駅まで。30元です。どうぞ。切符をどうぞ。台北に行ったことはありますか。行ったことはありますか。台北101に行ったことはありますか。台北動物園に行ったことはありますか。どこどこに行ったことはありません。景色はいいです。新興三越。淡水。夜市。陽明山。温泉。部屋。シングルルーム。ダブルルーム。フォームに記入する。パスポート。チェックアウト。第9課。溝通。コミュニケーション。聞いて練習しましょう。銀行。銀行。我想去銀行。銀行に行きたい。钱。お金。兑换。両替。这里。ここ。日币。日本円。台币。台湾元。我有日币。私は日本円を持っています。想换成台币。台湾元に両替したいです。汇率。為替レート。今天的汇率是多少呢。今日の為替レートはいくらですか。提款。お金を下ろす。我想要提款。お金を下ろしたい。存钱。お金を預ける。我想存钱。お金を預けたい。使用。使う。信用卡。クレジットカード。可以使用信用卡吗？クレジットカードを使いますか？早。早い。晚。遅い。非去不可。行かなければなりません。学校。学校。小学生。小学校。中学。中学校。高中。高校。大学。大学。小学。小学生。中学生。中学生。高中生。高校生。大学生。大学生。几年级。何年生。毕业。卒業する。学習。勉強する。专业。専攻。你的专业是什么。あなたの専攻は何ですか。商务。ビジネス。中文。中国語。专攻商务。ビジネスを専攻しました。中国語に訳しましょう。コミュニケーション。銀行。銀行に行きたい。お金。両替。ここ。日本円。台湾元。私は日本円を持っています。
台湾元に両替したいです。為替レート。今日の為替レートはいくらですか？お金を下ろす。お金を下ろしたい。お金を預ける。お金を預けたい。使う。クレジットカード。クレジットカードを使いますか？早い。遅い。行かなければなりません。学校。小学校。中学校。高校。大学。小学生。中学生。高校生。大学生。何年生？卒業する。勉強する。専攻。あなたの専攻は何ですか？ビジネス。中国語。ビジネスを専攻しました。第10課、台湾のスラング。聞いて練習しましょう。パイセ。悪いな。うつ。憂鬱。ゴンゴ。的外れ。假杠。本物。ショ。超安い。ビャンビャン魚。超すごい。吐槽。ガミガミ文句を言う。冒死や。うはうは。藏尽人。黒幕。声音や。根回し。落跑。トンズラ。